こんにちは、尾崎塚です。今日は茨城県にある大洗の磯に来てます。大洗公園の前の磯に来てます。駐車場は広いです。大洗公園の駐車場が広い公園がありますね。駐車場にトイレがあります。降りられる階段があるんですけどね、なんか危ないから入ってはいけませんって書いてあって、海岸の方に降りられないんですよね。どっか降りられるところを探しましょう。ありましたね、階段があります。こっから降りていきますね。メヒコっていうレストランの前ですね。そしてトイレはそこにあります。そこにレストランがあって、そこにトイレがあって、トイレの隣がバーッと全部駐車場ですね。で、そこのメヒコの向かい側は磯、平磯っていうか、あの岩がごっつごつの場所ですね。地面が岩、石、岩礁帯ですね。バーッとありますね。で、今は潮が引いて岩が見えてますけど、満潮、満潮の時はここは全部ではないな、満潮の時はあの奥の大きな岩だけが見えてて、手前のこの辺は海の中に入ってます。で、今あのちょっと投げてみたんですけど、僕 PE ラインの 0.85 を使ったら、あの岩礁帯にちょっと擦れて切れちゃいました。針をロストしちゃいました。ここはナイロンの4号とか3号とか4号とかじゃないと釣りにならないですね。ナイロンじゃないと無理です。ちょっと岩に擦れると糸切れちゃいますね。もう一本ね、ナイロンの6号を巻いてある竿を出してます、ね、ナイロンの6号だとね、全然切れませんね。あ、でもちょっと引っかかってるかな。かなり根がかりが多いですね。あー、藻が引っかかってるわ、もう。だいぶね、針の根がかりが多いですね。やっぱり岩ですからね、針がかかると餌が取れちゃうんですよ。それがね、結構辛いですね。てか何も釣れないですね。やっぱ浅いからかな。あ、やばい、カラス。あ、餌蓋開けっぱなしだ。餌食べられちゃうな。難しいですね、ここ。遠投っていうか、思いっきりぶん投げないと、この岩礁帯の向こう側に投げないと魚釣れないと思いますよ。岩礁のあの岩の手前に投げてもなかなかね、魚釣れないですね。岩の上に登って、岩の上から向こう側に投げて釣りをする感じになると思いますね。こちら神社の前ですね。あのお正月になると日の出が見れるっていうね、海から日が昇る日の出が見えるっていうね、有名な場所で、あそこに鳥居があるんですよ。鳥居に波しぶきがザバーンってかかるのがすごい有名です。綺麗っていうか、なんか壮大な神々しさというかね、そういうのがある場所ですね。でも向こうは波しぶきがものすごいんで、確かね、先月ですね、今2月ですけど、先月、ちっちゃい男の子が海に落ちて、そこからドモンと落ちて、で50歳のお母さんが
助けに飛び込んだんですよ。そしたらお母さんが溺れて死んでしまって、少年は打ち上げられて助かったんですよね。たまたま打ち上げられて助かったっていう事故が先月ありましたね、1月に。なので、あそこは大変危険です。危ないんで。それを手前のね、この辺が比較的ですよ。比較的、まあ、波が少ないというか、まあありますけどね。大丈夫なところですね。で、今干潮なんで、あそこが見えてますけど、満潮になるともう全部埋まります。海に消えちゃいますんでね。そういう場所です。ここですね。有名な岩。正月になるとだいたいここで日の出を見る感じですね。でもね、これね、磯の付近で落下事故多発危険。岩登んないでねって。とね、波がすごいジャバーンってくるんですよ。ここですね。ちょうどそこの鳥居のところから子供がバジャーンって落ちて、それを助けに入ったお母さんが溺れてますからね、先月。ジャバーンってすごいんですよ、しぶきが。今は干潮だからね、岩って感じになってますけど、満潮の時のね、しぶきすごいですよ。ザバーンってすごい押されちゃいますよ、あんなあの被ったら。そういうところですね。長い階段を登らないとトイレないんですよ。ここにもあるのかな。海側にはね、トイレなかったっすね。ここが神社ですね。神社、新しい、建て直しなんか作ってますね。神社作ってる。絵馬がたくさんありますね。これが絵馬だね。成功してますね。ガルパンコラボで大成功ですね。あ、これか。ようこそ。お笑い、これですね。磯は危ないですからね。こんなとこ時もあろうかと、スパイクブーツを買いました。ててん、スパイクシューズ LL。これを履いて安全に釣りをしましょうね。なんと1495円でした。安いね。これ履いておこう。そこが駐車場ですね。駐車場の前の岩礁帯に来ましたが、結構波来ますね。浅いからな。結構来るな、これ。大丈夫かな。とりあえずね、スパイクシューズと救命胴衣は持ってきましたけどね。山が大丈夫かな。大丈夫か。ちょ、日が沈むまでちょっとやってみますか。富士壺がすごいいっぱいびっちり生えてて、富士壺に針が引っかかって針だけもがれちゃいますね。結構きついですね。あと波が結構強くて、あー、日が沈んでしまう。何も釣れないな。日が沈んでしまう。なんか潮が満ちてきた。いやー、釣れないな。冬は難しいのかな。もっと奥の方まで行かないとダメなんだろうか。でもな、波がすごいからな。
先月一人死亡してますからね、あんま無理しないでおこうか。今日は難しいですね。結構離れ小島になってますね。もう潮が満ちてきましたね。戻りますか。とこれはハゼ、ハゼですね。ハゼが釣れました。メバルですね。メバル、メバルが釣れました。メバル、メバルですね。メバルさばきますか。さばくっつってもな、ちっちゃいからな。大丈夫かな。火通りましたね。よいしょ。こちらがメバル蒸し焼きですね。いただきまーす。あー、ほかほかだ、ふわふわだ。メバルがふわふわですよ。これ熱々、美味しそう。ふわふわ蒸し焼きだからふわふわです。いただきます。美味しそう。おいしい、おいしい。釣れたてメバル、ふわふわメバル、ふんわりしてておいしいね。メバル、メバルはふんわりしてるな。おいしいな。食べましたね。ごちそうさまでした。またね。